ではこれより貧乳党の反省会を行いたいと思います。はわわ、結局採択されませんでした。やはり巨乳派の隠然たる力は無視できないということね。巨乳原理主義者は死ぬべき。死にやがれです。ふむ。ところでケファちゃん、ケファちゃん。何よ。ケファちゃんが言うところの巨乳さんというのは一体誰のことなのでしょう。いいわ、教えてあげましょう。ちょっと待ちなさい。この手帳には私たちの旧敵巨乳人の名前を控えているのよ。種族の名前にまで巨乳がついてるなんて、なんて嫌味な種族なの。最低。巨乳人は我ら貧乳党にとっては同じ点をいただくことさえできない宿敵。そしてこの手帳に書かれている名こそ倒すべき敵の名前。巨乳シスデシ。それでその閻魔帳に書かれている名前とは。まずは食人影の劉備よ。何、あの全く意味のない巨乳は。顔は甘ったるくてポワーンとした雰囲気なのに、悪の巨乳5個章と並ぶくらいの巨乳だなんて、狙いすぎだって言うのよ。そうだそうだ、甘ったるくて巨乳だなんて今時流行らないんだから。そうだそうだ。次は我ら義人へ。巨乳はバカだっていう俗説のまさに生きた証である春蘭と、仲間だと思っていたのに手ひどく裏切ってみせた凛よ。あー、凛ちゃん自分ではないと思ってたみたいですけど、実は結構アルハですからね。アルハに所属していると理解したや否や、手のひらを返すように貧乳をバカにしたリンこそ排除すべき巨乳人の一人よ。まあ巨乳などと胸を張って言えるほどあるとは思えないけどね。なあふうよ。お、なんだかすげえ切なくねえか。それは言わないお約束ですよ。この軍師たちも敵よ。一体何を食べればあんなになるの。勉強、勉強しないと父は大きくならないの。あ、そうでもないわよね。やっぱり食べ物。お姉ちゃんたちきっとシャオに内緒で巨乳食を食べてるんだ。もしくは薬物を使っているか、呪術でも使って乳を大きくしてるのかも。呪術？そういえば夜な夜な部屋からツヤっぽいうめき声が聞こえてたわ。カズトがお盛んだっただけじゃねえの。きっとそうだと思いますが、まあ面白いから放っておきましょう。あわわ、スイさんのお部屋からも聞こえてました。スイさんとかも敵なんでしょうか。敵に決まってるよ、ひなりちゃん。そうよ、脇を締めれば全自動で谷間ができるやつなんてみんな敵よ。巨乳人を殲滅せよ。貧乳の価値の再確認のため、各員の全能力を上げて策を用いて周知徹底を行いましょう。や
るよ、シュリちゃん。私、やるよ。じゃあ、それぞれの熱い思いを胸に、編入党の誓いを交わすわよ。我ら編入党、寸法は違えども、姉妹の契りを結びしからは。心を同じくして助け合い、巨乳であるものを嫌わん。上は貧乳を誇り、下は貧乳好きの者を守らん。同年同月同日に成長することを得ずとも。同年同月同日に父を成長させんことを。巨乳には脂肪を、貧乳には幸あらんことを。貧乳党万歳。まったいらでもなんでも、カズトなら全部ひっくるめていいと言うだろうに。まったくやれやれだぜ。まあでも、恋せよ乙女、こういうのも楽しくて、ふうは好きですよ。そんな風に言って、お前も貧乳じゃねえか。ふうはいいのですよ。お兄さんはそういうところに頓着しないと知ってますから。ごちそうさん。今のは内緒でお願いしますよ。 OK。 いいやしねえよ。それじゃあふう、仕事の続きに戻ろうぜ。はい、では行きましょう。